はい、また新しい、ね、スマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います今回紹介するのはこちらウレフォンのアーマー X5 です、はい、アーマー X5 はです、ねまあ、約1万円で購入できる激安のタフネススマートフォンになります、まあ、私のチャンネルでも過去に、ね、タフネススマートフォンを紹介していますけれども基本的にあまり人気がありません、まあ、それでも,です、ね、もう私が好きなので買って紹介をしています はい、過去にもですね、ブラックビューの BV5500 とかです、ね、オーキテルの Y1000 とかっていうね、まあ、1万円のタフネスマートフォンを紹介していますけれどもこのね、ウレホンのアーマー X5 はかなりね、同じ1万円でもバランスもいいし、まあ、性能もいいし結構ね、1万円のタフネスマートフォンの中ではかなりおすすめできる端末になっていますはい、それではね、そのおすすめのポイントを公式のページを見ながら見ていきたいと思います はい、それではね、公式のホームページで、えー、スペックをね、ざっと見ていきたいと思います。まずはね、防水の性能になります。まあ、IP68 と IP69K に対応しています。まあ、IP68 っていうのはね、防水防塵の基準になりますけども、これはね、日本の端末でもよく対応しているものがあります。まあ、タフネス,スマートフォンを歌うからには最低限ね、IP68 には対応していないといけないと思いますけども、さらにこれはですね、IP69K というね、ドイツの企画にもね、対応しています。こちらはですね、まあ、 高圧洗浄とかね、高温とか、まあ、要は水圧が高いものであるとか、 え、高温ですね。そういったものにも耐えられる防水性能になっています。こちらにもね、書いてありますとり、今、まあ、30分間ね、水没しても大丈夫とか、あと1.2メーターから落としてもね、大丈夫ですよ、というようなことが書いてあります。こちらにね、まあ見るスタンダードということで、まあ見る企画にもまあ準拠しているということで、まあこれもね、よくタフネスマートフォンのまあ耐久性をね、示すところでよく出てきます。まあアメリカ国防総省の、まあアメリカ軍のね、えー、物品を調達するときの、まあ一つのね、企、え、画、ー、耐久性を表す企画みたいなんですけれども、まあそれに一応準拠 してていいいるととううよななことになっていますはい、次はね温度ですけれども、なんとマイナス20度から60度まで大丈夫ということですね。ちょっとマイナス20度、本当に大丈夫かなっていう気がしますけれども、まあ一応、ですねこういうね極限の環境下でも動作するということが、ね、ここに書かれています。あとね、こちらもですねタフネスマートフォンでよく見かける機能なんですけれども、まあ、カスタムボタンということで、 このね、えー、スマートフォンのサイドにね、こういうボタンがありまして、まあこれにね、いろんなアプリとかですね、こういう動作を割り当てることができます。まあ例えばシングルクリックすると、ね、例えばこれが起動する、えー。ダブルクリックすると、まあカメラが起動するとかですね。まあそういうような形で、えー、あとね、アプリを割り当てたりすることもできますので、まあ例えばですね、ここにもありますけれども、手袋をしているとやっぱタッチ動作がやりにくいので、こういうね、えー、カスタムボタンがあると非常に便利だと思います。 はい。カスタムボタンもね、ありましたけれども、根本的に、ね、このね、グローブモードといいますかね、手袋をしてても動作するモードがあるようです。はい。カメラの方はね、えー、デュアルカメラになっています。まあ、1300万画素と200万画素のデュアルリアルカメラということで、まあ、これはね、あの、ポートレート用と言いますか、いわゆるボケ撮影用のデュアルレンズということになっています。あと、デュアルフラッシュですね。あと、インカメラが500万画素ということになります。 はい。あとはね、水中撮影モードもあるようです。こんな形でね、水中で撮影できるモードがあります。まあ、水中の中ですね、ちょっと誤動作したりしますので、なんかそういうね、誤動作しない設定ができるようです。 はい。えっ、ー、とね、1万円の端末なんですけども、なんとね、NFC に対応しています。今までね、NFC は日本であまり使う機会がなかったんですけども、最近ね、えー、まあ、デビットカードですかね。デビットカードでビザタッチというものがね、出てきましたので、それが Google Play に一部対応していますので、まあ、コンビニなんかでは徐々にね、使えるようになってきましたので、少しね、NFC も使える機会が出てくるかなと思います。 はい。えっとね、指紋認証センサーはないんですけども、一応ね、フェイスアンロックに対応しています。まあ、手袋をしてたりなんかするとね、どうしても指紋認証使えませんので、まあ、そういう部分で言えば、フェイスアンロックでいいのかなというふうに思います。はい。ディスプレイの方は5.5インチの HD プラスですね。まあ、この辺は1枚のスマートフォンなので、まあ、こんなもんかな。はい。SOC はですね、MT の6763ということで、まあ、これはヘリオの P23 というね、SOC になります。 まあ、ローエンドモデルにね、積まれる SOC ですけれども、まあ、アンツベンチマークで言えば9万点ぐらいだと思います。 1>, 1万円のね、安いスマートフォンなんですけれども、バッテリーはね、5000mAh を積んでいます。まあ最近のね、結構安い1万円ぐらいの端末って結構ね、バッテリーを多めに積んでくる傾向にありますね。まあやはり低価格ですけれども、バッテリーを積むことによって使い勝手がね、向上するということで、まあ簡単にですね、えー、使い勝手を上げるには、まあバッテリー上げるっていうのも一つのね、手かなと思いますんで、こちらの端末も 5000mAh のバッテリーを積んでいます。 はい、一応ね、OTG に対応しているということで、あの、大容量のね、5000mAh のバッテリーを利用して、まあ、リバースチャージですね、えー、が使えるということです。ですので、このアーマー X5 から他の端末にね、えー、充電することができます。まあ、モバイルバッテリーのように使うことができるので、まあ、サブ端末として使いながら、そういうね、えー、モバイルバッテリー的な使い方もできます。 はい。あとですね、Armor ーー X5 の、まあね、結構ね、売りなんですけれども、まあ、通常ね、1万円のタフネススマートフォンって、まあ 3G 端末が多いんですよね。まあどうしても1万円というコストの中に、防水性能であるとか、対衝撃性能をね、入れてきますので、どうしてもコストカットね、通常の1万円のスマートフォンよりもよりコストカットしなきゃいけないんですけれども、まあそこでですね、どうしてもこの 3G 端末になってしまうことが多いんですよね。えー、ただ、この Armor ーー X5 については、 なんとね、4G に対応しています。かつですね、ここね、ちょっと見ていただけるとわかりますけれども、4G に対応していて、かつね、このバンド19に対応しているんですね。まあ、バンド19というのは、まあ、ドコモのね、プラチナバンドになりますので、まあ、日本の格安シムね、使う上で、どうしてもドコモ系が多いのでえ、バンド19に対応しているというのは非常にね、使い勝手がいいかなと思います。まあ、au のバンドにはちょっと対応していないので、まあ、ソフトバンク系、あるいはドコモ系の格安シムであれば、結構ね、えー、使えるんではないかなというふうに思います。 えっと、カラーバリエーションはね、3色で、私はね、赤を購入しました。基本的にデザインがちょっとかっこいいですよね。えー、また船スマートフォンっぽい感じでありながら、ちょっとスタイリッシュ、かつちょっとモビルスーツっぽいっていうかね、えー、非常にかっこいいデザインだと思います。それではね、早速開封していきたいと思うんですけども、箱の方もね、ちょっと黄色と黒ということで、なんか危険色と言いますかね、なんかトラロープみたいな感じの色になってますし、 えとね、ここになんか、ね、登山してる人のシルエットなんかがあっていかにも、ね、アウトドアスマートフォンという感じの箱になっていて結構、ね、箱のデザインも、まあ、カラーリングが、ね、いいんじゃないかなと思います。はい、それでは開けていきましょうとりあえず本体は置いておいて同梱物を見ていきます。はい、シムピンが入っています、はい、なんと、ねえー、保護ガラスが、ね、1枚入っていました。 これもなかなか珍しいですね。取扱説明書的なものがですね、4つ入っています。まあ、1つはですね、こういうね、えー、図が入っているような感じで、ちょっとね、わかりやすいものになっていますけども、これはね、えー、英語になっています。はい、ただね、ユーザーマニュアルの方にはちゃんと日本語の表記もあります。はい、えっ、ー、とね、充電ケーブルが入っていますけども、これはね、残念ながらマイクロ USB ですね、タイプ C ではありません。はい、あとは日本では使えない、えー、EU プラグですね。 本体のの方を見ていいいきたいと思います。えー、こ袋、ね、にもちゃんとウレフォンってね、ロゴが入っています。本体はね、こんな感じですけど、かっこいいな、これはまた、かっこいいですね、このね、赤の色といい。ここね、金属ですね、えー、金属になっていて、この辺は TPU といいますかね、えー、ちょっと柔らかいゴムっぽい素材になってますけども、あー、これはなかなかメカニカルな感じで、ちょっとかっこいいですね。 ははいそれではねねちょっと、ね、横から見ていきたいと思います。これねサイドになりますこれね音量ボタンですね。ただこれもねこうかっこよくないですか、丸くて金属でできてるんですよね。でこなんかビスみたいに止めてあるんですけども基本的にこの端末めちゃくちゃかっこいいな、えー、それとここに電源ボタンですね、でここにまたビスがあって、えー、ウォータープルーフってね、えー、ことが書いてあります。 で、このね、赤の色もちょっとね、冷めたような色、ワインレッドみたいな色なんですけども、これ金属製なんですよね。これがまたいいですね。黒とね、赤ですごく映えますね。 はい逆のサイドになりますけどもこちらにもねこっちはショックプルーフって書いてありますね、えー、それでここがさっき言ったね、えー、となんかあのカスタマイズするボタンでまあ、シングルクリックとかダブルクリックとかで操作をね割り当てることができるものになりますはい下の方はですね、えー、こんな形でね充電ポートありますけどもここに USB って書いてあって、まあ、ここがね充電ポートになります一応キャップがついていますまあ、これ充電するときちょっと邪魔な部分もありますけども、まあ、やっぱりね耐久性と言いますか防水防塵っていう部分を考え 考えると本来やっぱキャップがあった方がいいんではないかなと思います、まあ、キャップレス防水というのもありますけれども、まあ、やっぱキャップがないと、ね、逆に言うとそういうとそういうところで使う人は心配じゃないかなと思いますので、まあ、これはちょっとね、えー、確かに充電はしにくいけれども、まあ、ないとやっぱ、ね、心配というものだと思いますあとここは、ね、ここが結構ボコッとこう膨らんでいていかにもこうやって落ちた時のの、ね、衝撃を吸収するような感じになっています。ちょっとね で、あと公式ページにも書いてありますけど、ちょっとここのエッジが立ってるんですね。やっぱりこういう風に落ちた時に画面に傷がつかないようにね。まあ、ちょっとここがこうね、ちょっと立ってるようなね、ボコッと出っ張ってるような感じになっています。はい、上の方には一応ね、産後のイヤホンジャックがあります。こちらもちゃんとね、キャップがついています。はい、ペリペリを剥がしていきます。はい、先ほどね、ガラスフィルムがついていましたけども、ここ見てもらうとわかる通り、一応ね、保護フィルムがね、ガラスじゃないんですけども、最初からね、ついています。ウレフォン。 日本語がありますので、ね、日本語を選択していきます。はい、それではね、端末の方が立ち上がりました。アプリの方はね、非常に少なくて、今ね、ここに一つの画面がありますの、ね、で、ちょっとここに Google 系のアプリがありますけども、で、もう一つはね、こんだけ、まあ、要するに2画面しかありません。はい、一部ですね、ここにね、屋外ツールボックスということで、えー、よくね、タフネスマートフォンなんかに入ってるこういうね、アウトドア系といいますかね、そういった形のアプリが入っています。まあ、それ以外はですね、特に余分なアプリはないですね。ちょっとこれ、便箋っていうのがありますけど、何ですかね、これ。 まあなんかメモアプリ的なもののようです設定項目の方もほとんどね S、まあの Android ですね特にこうあんまり特殊な、まあ、ディラスピードが入っているのはまあ、ね、メディアテックなんで、えー、まあそれ以外は特にないですかねはいストレージの方はですねまあ 32GB なんですけれどもそのうちの、ね、7.61GB を最初から使っています非常に少ないですねちなみにねラムは 3GB になります はい、先ほどね、説明しましたスマートキーの設定がね、メニューの中でできます。ここにね、シングルクリック、今、操作なしになってます。ダブルクリックも操作なし、まあ、長押しも操作なしになってますけども、ここのね、サイドのボタン、ここにね、イラストがありますけれども、このボタン、このボタンですね。このボタンにね、操作を割り当てることができます。例えばシングルクリックで、今、操作なしになってますけれども、例えばスクリーンショットを撮るとかですね。 あと、まあ、録音開するとか、ここで選択できます。あとは、まあ、アプリをね、えー、割り当てることもできます。例えば今シングルクリックになってますけども、シングルクリックで、まあ、カメラをね、起動するっていうようなね、設定でやれば、こういう感じで設定ができます。ちょっとやってみたいと思います。まあ、まあ、シングルクリックにね、カメラアプリを割り当てたので、これをね、ワンタップ。はい、そうするとね、カメラアプリが起動しました。 はいこちらの端末はですねタフネスマートフォンということで指紋認証センサーがありませんまあ、顔認証のみになりますけれども、えー、顔の方ね認証しましたのでちょっとねロック解除してみたいと思いますはい今ロック状態で顔に向けてみますはいこんな感じですねまあ特に問題はないかなというふうに思いますロック状態からこっちへ向けてロック解除はい特に問題ないですね 正直期待できないカメラアプリの方を、ね、見ていきたいと思うんですけれども、今画像ということで写真になっているんですが、ただちょっと驚いたのがね、なんとこの AI ボタンがあるんですね。AI モードで撮影ができるようです。で、この真ん中のボタンがね、これがまあいわゆるポートレートモードですね。まあデュアルレンズになっているので、まあポートレートで撮影ができるようです。まあこれちょっとね、もしかしたらなんちゃってかもしれないし、まあこれちょっと撮ってみないとわからないので、またこれ後でね、撮ってみたいと思います。まああとフラッシュと。 はい。あとね、ここにね、えー、ちょっとメニューがあるんですけれども、まあ、ダイナミック写真とかフィルターとかあるんですが、ちょっとここにですね、なんか、わけのわからない中国語っぽいものが一部ね、混ざっています。これでもね、タップするとどうも、プロモードなんですよね。はい。こんな感じでね、プロモードではないかなと思います。はい。あとね、下の方でも、まあ、動画、HDR と、あとね、えー、一応ナイトモードと言いますかね、えー、夜の撮影ができるようになっています。 あとね、スーパークリア画質っていうのがあって、まあ、これもなんかね、あの、解像度が上がるらしいんですけれども、まあ、ただちょっとこれソフトウェア的にただ、まあ、引き伸ばしてるだけって言っちゃあれですけども、まあ、こうソフトウェア的に解像度が上がるというようなものなので、まあ、ただちょっとあんまりね、えー、使えないかなというふうに思いますね。ね、ま、ビガンモードですね。まあ、これもよくね、中国のスマートフォンについていますね。目を大きくしたりとか、まあ、美白したりとかっていうものですけれども、また先ほどね、言ったちょっと中国語になっているプロモードがあります。 はい。これはね、今、動画モードの設定画面ですけれども、ここにね、動画の画質があります。まあ、フル HD が最高ですね。まあ、4K とかはさすがに撮影ができません。はい。あとね、手ブレ補正については特にオンオフのスイッチがないので、まあ、おそらくね、まあ、ないんではないかなというふうに思います。まあ、これはね、また後でね、実際に撮った映像を見ていきたいと思います。はい。それではね、ちょっと写真とか動画撮ってきましたんで、え見ていきたいと思います。 はいこの動画はウレフォンアーマー X5 のアウトカメラで撮影しています。音声の入り方はどうでしょうか。動画撮影中のフォーカスはあ、ゆっくりですけど、一応ありますね。今、こっちフォーカス合ってますね。はいまた外すと、向こうにフォーカスがあります。はい今回はね、ウレフォンのアーマー X5、1万円のタグレスマートフォンを紹介させていただきましたけれども、 まあね、感想としては1万円のタフネススマートフォンとしてはかなりおすすめできる端末ではないかなと思います、まあ、1万円の、ね、端末ということなので決して性能は高くはないんですけれども、まあ、うまくコ、ね、ストダウンするところはコストダウンして、まあ、1万円の中に必要な機能をうまく詰め込んだなという、ね、そういうバランスがいい端末だなという,ふうに感じます タフネスマートフォンの機能としては、まあ、IP のね、68と 69K にも対応しています。まあ、衝撃には見る企画にもね、対応していますし、 あとね、バンドが 4G に対応していて、かつね、バンド19にも対応しています。まあ、この辺見てもね、普通に使い勝手がいいなという印象です。あとですね、カメラが思ったより良かったですね。まあ、この辺のスマートフォンって、まあ、基本的にカメラにはあの期待できないんですけれども、写真は結構綺麗だと思います。で、まあ、動画はちょっとね、やっぱ価格なりなところありますけれども、この辺はタフネスマートフォンではね、まあ、基本的には安いモデルではおろそかにされるところなんで、えー、ここはもう意外に良かったなという感想です。 まあ,あとですね、バッテリーが 5000mAh で、まあ、非常にこの辺もね日常の使い勝手を上げるという部分でバッテリーが多いというのは非常にいいと思いますし、まあ、SOC もですねヘリオの P23 ということで、まあ、アンツとベンチマーク9万点ぐらいでいますので、まあ、LINE とかねメールとか SNS ぐらいであれば十分できると思います。ははいあとね何より私が気にに入ったのはとにかく、ね かっこいいっていうことなんですよね。外見がやっぱすごいかっこいいんですよね。まあ多分ね、スマートフォンでどうしてもこう、ごつくなってしまって、まあその辺がどうしてもごつすぎて、えー、ちょっとね、嫌だっていう方もいらっしゃると思いますけども、これであればね、普通のスマートフォンのようにも見えますし、かつね、そこまでこう、おとなしめじゃないと言いますか、やはりこう、若干はこう、強そうなね、ところも見せたいので、そういう部分でいくと非常にバランスが取れたね、デザインになっています。で、ここがね、金属、まあアルミだと思うんですけれども、 そんな感じでね、非常にかっこよくこうメカっぽい感じも、ね、ありながらこれはねとにかくね男子だったらちょっとね欲しくなっちゃうようなデザインになっていますはいまあね1万円のタフネススマートフォンであればウレフォンのアーマー X5 非常におすすめです今回は以上です